チンチン電車が走るこの街並み、どこか懐かしい。この映像は1971年の福島県福島市の映像です。これからお見せする映像の数々は福島県各所の家庭から提供された8ミリフィルムの映像です。8ミリフィルムには日本が戦後の復興から高度成長期を遂げ劇的に変化していった1960年代70年代を中心とした福島県の姿が記録されていました。今も変わらない雄大な自然、町の風景、人々の生活、伝統と文化、変わらないものと変わりゆくもの、これは県民の皆さんの記憶であり福島県の記憶です。提供していただいた8ミリフィルムの中で最も古い1930年代半ばの映像です。いやはや馬と車と一緒に走ってるじゃないですか。当時まだ家庭用8ミリフィルムが普及していない中で一般の方が撮影したものとしてはとっても貴重な映像と言えるんじゃないでしょうか。何気ない家族の風景、これは楽しそうですね。雪の日のそり遊びにお父さんの靴磨き。しかし1935年のフィルムには兵隊さんの姿が映し出されていました。その後1937年からの日中戦争、1941年からは太平洋戦争が始まり、日本は大きな戦争の波へと飲み込まれていきます。提供していただいた8ミリフィルムの中に大戦中から戦後10年の間に撮影されたものはありませんでした。当時の状況がそれを許さなかったのではないでしょうか。戦後の復興を遂げ高度成長期に入った1960年代8ミリフィルムが一般家庭に広がっていき、多くの映像が残されるようになりました。1972年の相馬野馬追の総大将お迎えの様子です。相馬野馬追はなんと1060年以上前平安中期から行われており、現在もなお行われております。3日間続くこの祭りのメインイベントは翌日の本祭で行われる甲冑競馬や神旗争奪戦なのですが、その映像がないということなので、実際に見に行っていただければ幸いですということで次のお祭り映像を見ていきましょう。これは初市大田原比の映像です。大田原比は旧高田町でも行われていますが、これは会津坂下町のもんですね。重さ5トンの大田原を東西で引き合い、赤いふんどしの東が勝つと米の価格が上がり、白いふんどしの西が勝つと豊作になると言われています。江戸初期から続く伝統の行事です。ということはどっちが勝っても結果往来ってことですかね。これは会津祭りの様子です。現在も行われている会津祭りは1953年に初めて開催されました。メインイベントの一つである大名行列は毎年行われ、多くの見物客を
楽しませています。こちらは大名行列の出発地点である若松城です。地元では鶴ヶ城として親しまれています。戊辰戦争の際に会津勢が立てこもり、開城までの1ヶ月間持ちこたえたのがこのお城です。落城じゃなく開城だと会津の方に念を押されました。痛みが激しく1873年に解体。この映像では石垣の上でお花見してますねちょっとお殿様にこのタクランキーなんて怒られそうですけど、1960年には本丸が現在の形状に復元され、65年に天守が復興再現されています。こちらは日本の道100選に選ばれている磐梯吾妻スカイラインの様子です。スカイライン最大の見どころである浄土平は当時から多くの人でにぎわっていました。いや、すごいですね。紅葉の名所である燕谷に架かる旧不動沢橋は2000年に撤去され、現在は新しい不動沢橋が架けられています。カップルのデートスポットのようですな。この頃はねカップルじゃなくてアベックですか。これは1956年に背破り山に設置された空中ケーブルカーと呼ばれるロープウェイです。冬にはスキーを楽しむ人たちを山頂まで運んでいました。2台のケーブルカーの名前朝霧と夕霧は市民の公募にて名付けられました。昭和の会津観光の先駆け的な存在として親しまれてきましたが、老朽化のため1985年に廃止されています。こちらは会津五薬師の一つ北山薬師で行われる二つ子参りの様子です。会津藩士の蒲生秀行が我が子の体が弱いことを案じ北山薬師に連れて行ったところ、帰り道にあった大石の上に乗せるとなんと瞬く間に元気になったそうじゃ。現在でも我が子の無病息災を願う親たちが2歳になる子供を連れて全会津から訪れます。そしてこれは七草祝いの様子です。かつて会津の武士の長男は7歳になり藩士に挨拶をすると後継ぎとして認められ、その祝いを七草祝いとしていました。こうした祝いが広まり、長男にとどまらず男女7歳になると着物を着させ七草粥を食べさせる慣例ができました。現在では貝だけ食べるところが多いんだそうですよ。さて、福島各地の行事や風景を記録したものを見てきましたが、次はもう少し身近な出来事を記録したものを見ていきましょう。これは昭和40年頃の映像でしょうかね。ああ、まあ豪華なひな人形の前に座る可愛いお嬢さん。なんか緊張してますね。おら、お兄ちゃん、お兄ちゃんが来ましたよ。お兄ちゃんまでかしこまっちゃって、どうやらひな祭りの日にみんなで記念撮影をするみたいですね。あら、どうしちゃったの？どうした？まあまあ照れながら下の妹もやってきましたよ。あ、これお父さんが撮影してるんだね。お母ちゃんも入って記念撮影。おい、みんな、あの写真じゃないんだから動いていいんだよね。いや、あのさ、写真じゃないんだから動いてね。おじさんの言うこと分かってる？フィルム余ってるから、なんかしなさい。お父さんに言われたんでしょ。なんか無理やりポーズ作ってるよ楽しそうですね。
この可愛い兄弟ももう今では立派な中高年。結んで開いて手を打って結んでってもう50歳ぐらいになってんすかね。俺もこんな時代があったな。そしてこの時代の流行りのポーズといえばシェーシェーってかいやいやいや流行りましたよねシェーが。うん、おそ松くんという漫画の中で嫌味という登場人物がやったこのシェーは、俺はもう全国的に大流行しましたよ。ほらやっぱり決めポーズはシェーやってますね。シェーって、おーっとっとっと現在のムービーカメラとは違って、一度に数分しか回せない昔の8ミリカメラというのは、撮る人が選びに選び抜いて撮影したかもしれませんねほらねえ、いいとこ撮ってんだわ。ほらえ、もう少しで終わっちゃうよ、早くしないとね。ほら終わっちゃうっつの、母ちゃん終わっちゃうっつの。このように何百本と集められたフィルムの中には、家族の自慢がたくさん詰まってんですよね。まあこれはおそらくバイクで颯爽と走るお父さんの姿撮れよ、そう言われたんでしょうね。ほらお父さんだって手放しで運転できんだからな、このなんて、そんな自慢の一つなんでしょうね。おばあちゃんたちもカメラが回ると急に踊り出しましたよ。ほらちゃんちゃんちゃんかちゃんって。こっちのおばあちゃん どうなのね。あれうちは捨てて、ほら踊り出したわ。なんだかよくわかんない踊りだけども。もうおばあちゃんは自分の世界に入ってますよ。ずっとほれ踊ってんだわ。うんねえ、ほらあんた戻んなって。ほれそんなハイテンションの踊りっぱなしのおばあちゃんを見て、孫たちもまあ複雑な表情。うん、本当にそれでもってしとりあえずし一心不乱に踊るバッパ。うん、私は流行りなんて関係ないがね、私は私の道を行くって。昔は盆踊りの花だったんだろうね。これは確かに自慢のばあちゃんですね。うん、本当だわ、自慢のばあさん。ちなみにこれについてるタイトルが田舎のバッパ。バッパってあんたで最後にシェーってか。今まで記念撮影といえば写真のように動いてないものが一般的だった我々庶民生活の中に、8ミリフィルムカメラが登場したことによって、さまざまな場所に8ミリフィルムカメラを持って出かけていく人が多くなりました。さあ記念に撮るぞって頑張るんですが、まあ一体何撮ってんだかさっぱりわからないものもまあまあたくさんありますよね。これなんて一体まあ何の記念なんでしょうかね。仮装行列かなこれ。車内風景から始まるこの映像は、ある会社の社員旅行の様子ですよ。まあその中で明らかに浮かれてる人がいますから、ご紹介しましょう。この方です。いやなんだかね、浮かれてんだか真剣なんだか、どっからあのカツラ持ってきたんですかね。この人はずっとこの旅行の間、この浮かれた姿で過ごしていたみたいですね。次の映像は昭和40年福島民友新聞の創刊70周年を記念して行われた福島博覧会の模様です。
大阪の万国博覧会に先駆けること6年福島でもこんなに立派な博覧会が行われていたんですよ。近代科学の粋を集めたパビリオン、そして最新のロボット、おそらく当時のロボット工学の最新の技術がこの中にざっぷり詰め込まれていると言っても過言ではない。このロボット、ちょっと人を襲いますけど、郡山市海西山公園にテレビのヒーロー大集合のはずなんですけどね、なんだか閑散としてますよね。みんなほらポケットに手入れてるしね。えだが、しかし悪人には悪人の仕事があんだよ。このガキどけ、こらうーううう、いやいやいや冗談なんだって。いやいや俺やる気でな、いやいや追っかけちゃダメだって。これちょっと追っかけになってんの。うん、ほらやるぞ。スローでも撮っちゃうんだよこのカメラ。出るよポーライダーキックで、一番人気あったのはパンダみたいですよ。当時はムービーと同時に音声を収録できないカメラが多かったんで、まあ残された映像のほとんどは無音になってますね。なので一体これ何してんだろうって、まあ想像しながら見ていくのもまた8ミリフィルムの楽しい見方かもしれませんね。無音の中でもなぜか人々の声が聞こえてくるような気がする、そんな映像もたくさんありますから、そんな映像の一つをご紹介しましょう。従業員アズマトダンと名付けられたこのフィルム、まあ姉さん笑ってますけど、かなり過酷な岩山の道を永遠と登山している様子がこのフィルムには残されております。辛そう。一体どういう従業員がどういう目的でなぜこの岩山を登っていくのか、皆目こちらには全然伝わってきません。まあしかし結構な高さですよね。一般的に考えるピクニックやハイキングとは到底イメージが違うこの登山、一体何のために行われるのか、どうして従業員がこんなものに参加しなきゃいけないのか、なぜ着物と白足袋と草履で登るのか、皆目こちらには伝わってきません。でもまあみんなで嬉しそうにおにぎり食べてるからいいかね。え実はこの会社の吾妻山登山は毎年の恒例行事らしく、何年にもわたってこの登山の模様がフィルムに残されていました。まあ毎年毎年従業員はこの吾妻山の試練を乗り越えて団結を固めていくことに違いありません。そして毎回毎回おにぎりを食べております。それではここからは無音のフィルムをいくつかつないで新しく物語を作ってみました。題して8ミリアフレコ劇場。さあどんなお話になるのか、果たして無理やりじゃないの、ちょっと心配ですけど、まあまあこうご期待。
昔々まだ人間と精霊が共に暮らしていた頃の福島のある村のお話じゃ。その村にはお米を守る米の精霊と果物を守る果物の精霊が人の姿をして人間界で暮らしておったとさ。米の精霊は普段は子供の姿をし、果物の精霊は普段おじさんの姿をしておった。そしてその両者は、福島を背負っているのはうちらの作物じゃ。互いに張り合い、競い合い、一触即発の状態が続いておったのじゃ。そんな中、ついに事件は起こったのじゃ。パコーン、パコーン、パコーン、パッ。あろうことか、米の精霊たちがスイカをバラバラにするという事件が起きたのじゃった。スイカをバラバラにされた果物の精霊たちは大騒ぎ。緊急会議が開かれたのであった。どうするべ。このままじゃ果物の精霊の名がすたる。あんな幼い顔してむごいことしよる。あいつら果物は甘いと思いやがって。はい、和田君。あいつらの米盗んじゃってのはどうですか。ライスな、いやナイスなアイデアじゃないですか。そして果物の精霊たちは一晩かけて米の精霊が命をかけて守っている倉庫のお米を根こそぎ持って行ってしまったのだった。大変だ大変だ大変だ。一夜明け、米の精霊たちは大騒ぎになっておった。許せない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 。僕たちの大切なお米を許せない。果物め、みんな落ち着いて。落ち着けないよ。こうしてる間にも私たちのお米があんなことやこんなことになってるかと思うと。あー、我慢できねえ。落ち着いて。頭に血が昇った米の精霊たちは果物の精霊のアジトに乗り込むことにしたのであった。説明しよう。米の精霊は怒ると体が炊き上がって子供の姿から本当の姿に戻ってしまうのである。盛んに乗り込んでいった米の精霊たちが目にしたのは桃のように可愛い娘たちだった。米の精霊は果物の精霊の本当の姿に
すっかりほの字になってしまい、精霊の掟を破った何組もの夫婦が生まれることになった。掟を破った精霊たちは二度と精霊には戻れず、魔法は使えなくなってしまったが、代わりに幸せを手に入れたのじゃ。その後、福島はますますお米と果物が豊作となり、精霊も人間もみんなが幸せになっていったとさ。福島の福は幸福の福、みんなが幸せになる県なのじゃよ。めでたしめでたしと、うまいことまとまったところで、さあ次の映像行ってみましょうか。これは1957年に中学生か高校生が友達同士で登山をしている様子を記録したフィルムです。なんか食べてますね。落花生かな。どの山に登ったんでしょうかね。ああ、伊達市にある霊山ですね。山小屋に自転車を置いて、道に迷わないように地図を持って、さあ出発です。険しい山も何のそのと進んでいきます。あ、もう休憩かい。ああ、汗拭いてるんですね。お母さんが作ってくれた愛情いっぱいのおにぎり、美味しそうですね。夜にはキャンプファイヤー。今日も晴天。みんなよく眠れたかな。飯を洗って朝ごはんの支度です。ご飯が炊けるまでちょっと休憩。あららら、お腹が空いてしかめ面になっちゃいましたよ。ほら、ご飯炊けましたよ。飯盒で炊くご飯ってなぜか美味しいんですよね。食べ盛り、やっぱりご飯は大盛りでしたよ。1957年、大切な思い出が詰まった福島のスタンドバイミーでした。春が来た。1960年のある家族の風景です。お父さん、タイトルまで入れて気合入ってますね。日曜日には春の日をいっぱい浴びて元気に遊びました。おお、近所の子供たちが集まって、ああ、電車ごっこですね。今もこういう遊びするんですかね。お姉ちゃんたちに混ざっておままごとに参加ですかね。お父さん役、それとも弟役。お姉ちゃんは洗濯の真似事、僕ちゃんは水を汲んで、あははは、いたずらしてますね。ちょっと疲れたんで休憩。縁側で寝ると気持ちいいんですよね。お姉ちゃんが小学校へ行くお見送り、いってらっしゃい。よいしょよいしょよいしょ。でもまだやっぱり行ってほしくないな。一人で寂しくなった僕ちゃんはワンちゃんにちょっかい出しに来ましたよ。
ちょっとワンちゃんも迷惑そうですけどね。お姉ちゃんの自転車練習にお邪魔してます。なんだかとってもあったかい家族の風景ですね。今までたくさんの映像を見ていただきましたが、やっぱり一番多いのは家族の映像でした。1895年にリミエール兄弟が映画を発明した際の最初の映像も家族の風景だったということです。親が子供に向ける愛にあふれた眼差し、楽しい家族の思い出、父母に対する感謝の思い、提供された8ミリには撮影した人々の思いが映っていました。ふるさとへの思い、友への思い、子供への思い、家族への思い。時代は移り行き、風景やそこに暮らす人々が変わっても思いは変わりません。いつの時代でもその思いが家族、地域、世代をつないでいます。フィルムに記録されていたのはそんな思いがつないだ絆でした。ふるさと福島の絆。